皆様こんにちは。49歳で妊娠したニューヨークのコリンゴでございます。ただいま妊娠32週でございますよ。なんか大きくなってきましたね。今日のビデオはまたキッチンからですけど、ご心配なく、今日はクッキングビデオではありません。じゃあ何のビデオだって感じなんですけど、まあ偶然ですけど、たまたま私今日全身ピンクでございますね。私気づいてしまったんです。妊娠後期に入って妊婦フラミンゴやなーってなんだそれ。なんかね、自分がねフラミンゴであることに気づいたんですよ。最近ね、妊娠後期に入ってフラミンゴだなと、まあ、ちょうどピンクだしね。何を言いたいのかと言いますと、結構ね、妊娠後期に入ってきてお腹が出てきてるじゃないですか。だからね、動くにもちょっとスローになったりするんですけど、一番お腹が出てきて大変な姿勢ってかがめないんですね。かがめない、つまり何か物を落とした時に拾えないんですよ。いや、拾えるんですよ、拾えるんですが、ちょっとねお腹が圧迫されちゃうんです。で、そんな時になんか自然の力なのか何なのか本能なのか、私フラミンゴになってることに気づいたんですね。なのでこれから妊娠して妊娠後期になる方、まあ自然とそうなるのかもしれないですけれども、フラミンゴやると意外に落としたものも取れるぞというのをそんなこと自分で気づくと思うので、あえてビデオにしなくてもいいんですけれども、一応妊娠後期のフラミンゴの謎を皆さんにお届けしようかなと思っておるんですね。これあると結構動き、なんか妊婦のね動きをちょっと皆様にご紹介しようかなと思ってるんです。なのでお腹が大きくなってこうかがめないんですけれども、かがめるじゃんっていうポジションを皆様にご紹介したいと思います。そんな紹介見たいかわからないですけど、よかったらお付き合いください。はい、では皆さん、妊婦フラミンゴの謎をお届けしたいと思います。本当にねお腹出てきたらねかがめないんですよ。なんでラジオ体操とかでもこういうのあるじゃないですか。結構きついのこれ。あ、これこっちもきつい。これね、なかなかダメなんですね。で、では、こう物を落とした時にね、どうやって拾うか。まあ、妊婦なんでね、誰かがいたら拾ってもらえばいいんですけど、周りにね、誰もいなかった時に、一人で拾う方法、フラミンゴですよ。はい、ではこちら、スプーン。スプーンを、バイアクシデントで落としてしまった。これを拾いたい。じゃあフラミンゴどうするか。あ、蹴ってしまった。これね、拾うときにね、これだと拾えないんだけど、こうやると割と拾えんの。すごいでしょ。だからいつも私ね、物を落とした時、また落とすか、これをね拾う時こうやると拾えるのよ。足一本上げると拾えますっていうだけの話。いや、嘘だと思ったらやってみてください。割とね拾えるの。これをこのまま拾えないんだけどね、これをねこうやったりすると拾いやすいの。そんだけの話。もしくはね、スクワット。スクワットは大丈夫だったの。これを曲げなければいいわけね。結局これを落としてしまった時に、スクワットだったら取れるのよ。結構あれだけど。でもフラミンゴの方が取りやすい。これはね、いけんだけど、やっぱりでも鏡すぎもね、結構くるから、フラミンゴぜひやってみてください。これ、すごい簡単に取れるので。
めっちゃフラミンゴでしょ、ほらっていうことで、なんだ今回のビデオって感じだと思うんですけど、こういう日々の変化がありますと言って、私ね、職場でも家でも結構フラミンゴになっている自分に気づいたんで、動画配信したくなったんです。それだけです。ありがとうございます。で、現在私母子ともに健康でございます。そしてフラミンゴでございました。ご視聴ありがとうございます。あ、お礼するの結構大変、上がってるからね。じゃあフラミンゴでお礼させていただきたいと思います。はい、では皆様、よろしければチャンネル登録していただいて、次回の動画もぜひ見てください。それではまた。